今回はサービス開始時にプレイヤーが選択できるエオルゼアの5つの種族を紹介したいと思います。各種族はファイナルファンタジー11をベースに制作がスタートしましたが、エオルゼアの世界に存在する種族として全く新しい設定が与えられ、アートデザインもそれを反映して一新されました。最も大きな特徴は、それぞれの種族に2つの部族が存在していることです。例えばヒューランの中にも平地に暮らすミッドランダー、高地に暮らすハイランダーが存在していて、外見も大きく異なっています。キャラクターメイクのバリエーションも豊富で、プレイヤーの皆さんが最初にキャラクターを作る際に顔、髪、肌、目の色の選択ができるようになっています。これだけでも十分だと思われるかもしれませんが、我々はさらに多くの選択肢を用意しました。鼻の高さや目の大きさ、傷やほくろの有無など、顔の細かいパーツもカスタマイズできてしまいます。おそらく、自分好みのアバターを作成するだけで数時間は悩んでしまうのではないでしょうか。キャラクターの動きは基本的にモーションキャプチャーを使って作成しています。もちろんそのままデータを使うわけではなく、すべてのデータに手を入れ、メリハリやキャラクター性のある動きに作り起こしています。ファイナルファンタジー11の時にも好評だったエモーション、つまり感情表現にも力を入れております。全部で約60通りの感情表現を用意しました。またキャラクターの表情にも注目してほしいですね。まるで生きているかのようなこの表情は、表情職人の手により一つ一つ手作業で仕上げられました。プレイヤーの分身となるキャラクターはそれぞれの外見を持ち、感情表現も思いのままに操ることができます。我々ファイナルファンタジー14開発スタッフは、皆様に末永く愛してもらえるキャラクター作りを常に考え、限られた容量の中で可能な限り多くのバリエーションと高いクオリティを実現しました。彼らをこれから成長させていくのはプレイヤーの皆様自身です。ユーザーの皆様がどんなキャラクターを作られるか楽しみにしています。